マルサンホビーラ,ラジコン動画チャンネル、えー、10月10日、えー、今あの去年から法律が変わりまして 100g 以上が登録制になりましたそのためあの一般の人がこう手軽にできるように 100g 以下のものがもうメーカーも、あのーえー、開発を進めていていろいろ面白いものが出ています、えー、例えばまずこれが、あのー、ラジコンの飛行機のセットで、えー、とジェット戦闘機の F16 のタイプになっています中身はこのように発砲の、えー、機体になってまして これは珍しく。まあプロポーズとかも全部入ってる。セットでバッテリー充電器も入ってます。で、プロペラがあのお尻のプッシャー型っていて、お尻の方についていてまあ、回転するようには見えないんですけれども、見えなくなります。けれども、このようなタイプで。あの？ えー、100g 以下の,あのハイテックの飛行機がかなり人気があるんですけども、このシリーズでも唯一、あのお尻にあのプロペラがあって、えー、飛ぶジェット戦闘機とこれだけになりますね。あの軽くするためにどうしても発泡系なんですけれども、最近の発泡系はあの強度がすごく強いものですから、今のところこれを砕いた人はいらっしゃいません。えそのくらい結構丈夫で、あの面白くよく飛びます。で あのー、シリーズでみんなあのプロポとかあのバッテリーとかもついてるんですけれどもあのジャイロユニットがついてますんでそれでちゃんときっちりあの調整ができてあの楽しくできるように、えー、ソラモンで飛行機まあ、ヘリドローンとかもあるんですけれども飛行機はやっぱり飛行機であの男のロマンのシリーズなもんですからあのー、飛行機の固定力じゃないと嫌だっていう方もいらっしゃいますんであのこのようなものがどんどん出てきて入門者が増えていくと非常に明るい。あのー えー,とホビーの分野になってますね。でこちらは M、F16 のこういう戦闘機です。で、あのこのシリーズでいろいろ出てます。で、あとはざっくり言うとですね、えー、と大きく分けると2グループになります。あのこういう標準のこの,ス,あのスケールの機体ですね、これらもあの簡単に言うと、このタイプの発砲の機体になってます。 でもちろん全部セットで手軽にできるように、あのかなり綺麗にこうやってできてます。で、あのー、簡単に、あのーまあ、箱に入れる関係でこのようにバラしてありますけれども、あの簡単に組み立てができて、すぐ、あのー、バッテリー充電したのを搭載すれば飛ばすことができます。で、先ほども言いましたけど、このグループと、あと、こちらの、こういうデフォルメ型の卵飛行機みたいな感じのタイプなんですけれども、こういうタイプも出てきてます。で、えっ、ー、と、こちらも同じように、えー、こういうような、あのー、 空気抵抗は不利な飛飛行機でもちゃんと飛ぶようにしてます。そこら辺が技術の進化とかあってこのように逆ガルウィングなんかもちゃんとこのエル、えー、ロンがちゃんと動いて飛行機に詳しい人はこの,あの補助翼のエルロンが動くっていうと1クラス上でこんな小さいサーブでちゃんと動くようになってます。であのーえー、と一番びっくりしたのがですねこれがあのー こういうタイプだと普通はすごく不安定なんですね。それが飛ぶっていう技術はすごいことで、あのこちらのタイプのスマートなタイプだとですね、あのこちらも、さっきの形も全部ジャイロがついてます。で、あのすごいなと思ったのはあの、こちらのジャイロと、あとこちらのタイプのジャイロですね、これはメーカーの方であの調整を変えてあります。この機体に合わせたあのチューニングをしてありますんで、これはこれのジャイロの生き方、あの従来のやつは従来の生き方で、ちゃんと飛ぶようになってます。で 100g だっていうとあの上級者の人でやらない人もいますけれどもあの好奇心旺盛なベテランの方で面白そうだからちょっとやってみるよっていうふうな方があのよく飛ぶっていうふうにへえっていう関心の声がすごく集まっていますんであの場所もそんなに取,れ取りにくいんであの何かあのやってみたいちょっとドローンとかあのヘリとかあのかじってみたんだけれども飛行機をちょっとやってみたいなんていう人にはこの 100g のシリーズがあのすごくあの、えー、好評でよく出ててこのコルツヤのタイプと。 あと,、えー、と、デフォルメ型はこのメッサーのこのタイプが、これもあの発泡の機体でセットになってます。それぞれこの100グラムのタイプはあの、えーと、動画で、中の,あの詳しくあの動画でもアップしてますんで、ぜひそれもご参照ください。で、通常のタイプは、あの本日入ってきましたのは、このカーチス P40 のこのタイプと、このトロージャンのこのタイプですね、それと、えっ、ー、と、あ、そうですねこの、この2種類が入ってまいりました。 で順番に作ってますんで、あのーえー、このシリーズでやってますんで素直な操縦性で、あのーえー、飛ばしたいっていう人はあのこっちの方からやってみてもいいんでしょうけど、あのー、趣味のものですからあのそれはもう形で面白い形だからさっきの,あのコルセアとかメッサーシュミットっていう方も、あのー、いらっしゃいますしでこれのすごいところは。 あの全部フルセットで入ってるのとあの安全性のため何かあってぶつかった場合ですねこれラは簡単にポロンって取れるようになってますで機体はあのこちらの機体も発泡機でやってるんですけれどもまずバキバキに割った人がまあいらっしゃらないんですねそれから軽いっていうことはあの大きい武器になりますんでよっぽど強風でなければ楽しくできるようになってますんであのー あのなかなか侮れないあの飛行性能をしあの示してますんでこのシリーズは飛行機の入門用としては一番う,てあのうってつけででベテランの方のセカンド機もちょっとあの隙間時間にあるとあの息抜きになっていて楽しく飛ばすことができるというふうにあのお墨付きな商品でもありますで。これらは久々に入ってきましたんであのおすすめの飛行機シリーズです。続きまして部品の入荷の,あのお知らせです。あのー 割とちょっと分かりづらいんですけれども、この G-Force の,の BO105 のですね、これはもうあの空飛ぶプラモデルみたいな感じで、あの評判がいいんですけれども、持ってる人はいいんですけれども、中身ちょっと分かりづらいんですね。で、こちらの方は、あのマルサホビーの動画の方でもあの開封チャンネルはしてますけれども、えー、と何かっていうと、やっぱこれ、あの飾りになるこれ、綺麗なタイプなものですから、これ用のスペアパーツとして、こういうものも用意されてます。 もう本当にプラモデルみたいな感じでできてますんであので練習した後であのでちょっと小まものとかあのちょっと傷がついてとかなんかいう時は、あはこれが交換できるようにスペアのもので非常にちゃんと細かいこうパーツなんかも綺麗にできてるスペアパーツですね、えー、もう本当にプラモデルみたいな感じでどん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 進化してる 100g 以下のこれでもう 100g 以下ですねこれで大体このくらいの大きさで、えー、30cm 弱になりますねであとはあ定番なんですけれども、えー、これがディーンズの2ピン型のコネクターでオスメスセットになりますあの タミヤ型のプラスチックのコネクターだとどうしてもあの、えー、と仕事量が多いバニーとかビッグタイヤとかともう持たないんですね。でこのハンダ付きは必要ですけれどもこの2ピンコネクターがディーンズタイプのやつにつながるようになっててあの手軽、まあ、ハンダ付きは必要ですけれども1クラス上の、えー、コネクターであのもうあの市民権っ、えー、とこれを付いてるあの最初からのバッテリーなんかもあ,のあるくらいですね。 であとどうしてもハンダ付きが面倒くさしょうがないという人はこのようにメーカーでもあの救済措置であの変換コネクターがあ,のあります。ただ本当はあの、えー、とバッテリーで熱がたまるとこのプラスチックの弱いところに来ますんであので本当はあくまでもこれはあの、えー、と充電用のコネクターなんですね。ただ、どうしてもやっぱ あのそんなにレースやるわけじゃないしあの少しの,あの楽しみでやりたいからいろんなバッテリーを打も大変だという時はこういう変換コネクターもあると非常にありがたいですね。仲間内でバッテリーをちょっと貸してもらう時なんかもあの全部こうあの2品にするとあの合わないっていう場合もありますのでこういうのを持ってるとあの安心で、ね、走行ができます。であと最近はあの、えー、とバッテリーも日課の日経水素リポリフェっていうふうにありましてもう特にリポがすごくあの増えてます。リリポののバッテリーを最初の方はあの その専用の充電器でやるんですけれども、えー、とだん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 あの、えー、と慣れてくるとですね、えーと、車からいちいちリポのバッテリーをあの下ろして、あの充電、放電っていうのはなかなかコ、えードが短かったりとかしてやりづらいんですね。で、そういう場合、あのえー、通輪カーのハイエンドの車とか、あの二輪駆動のえっ、ー、とュンカーの場合なんかは、車の車体にもバッテリーを、格型のリポのバッテリーとか通常のやつも載せっぱなしで、えー、車に搭載まましたまま充電するときに、これはあの バランスのコードですねバッテリーの白いあのコードが充電用のコネクタがついてるんですけどもそれを伸ばすための延長のコードです。これれが1個あれば あの車と充電器の間を、えー、と離して充電することができますんであのでリボのバッテリーの充電器充電をやってる人はこれはぜひ持ってたいですねあのすごく地味なんですけどあるとないのじゃかなり違いますのでこの延長がプラスマイナスがついてますけれどもこれであの充電器とあの車の間を離せるっていうことは非常にあの便利なあのコネクタになってますあのどこの充電器もここまではついてないんですねこれは完全にオプションになりますんでこれはリボのバッテリーを持ってる人は絶対に必需品ですけど後で気がつくっていう人が結構多いんであのおすすめ のオプションで、すねああとこちらはあの両面テープになりますで何に使うのって言われるとタイヤテープって言ってミニツレーサーのタイヤの両面テープです。で、ミニツレーサーはあの、えー、と20年間前からあの作ってるシリーズであのメーカーの姿勢でブれないのは入門者が困らないように必ずプラスチックのボディ、ゴムタイヤってことが必ず守られてるんですね。で、かつてあのスポンジタイヤっていうのは1回だけ出ましたけどそれあくまでもオプション扱いでした。ですからあの、のゴムタイヤを使うんですけれども、あの 9割方の人が黙って見てるとタイヤとホイールはそのまま差し込んで、えー、と押し込んであの動かしてる人なんですね。ただ厳密に言わせるとあのタイヤとホイールをこの両面テープでの貼り付けてであのシンナーとかクリーナーで表面を溶かしてあのタイヤを入れ込んであの乾かしてからしっかり貼るとあのちゃんとまっすぐ走ります。 小さい車なんですけれども特に最近はミニツレーサーのタイヤでもラジアルタイヤスリックタイヤあとはそれの特に前側のタイヤでロープロタイヤ小さいタイヤですねスーパーロープロタイヤっていうのもありますのでそれはもう必ずこのテープが必要になりますでワイドがワイドのホイール用のリアタイヤ用ですでこっちのナロは前輪用と四駆なんかでグリップやるときに前輪と同じ幅でしたらこのナローのホイールタイヤがあのえっと えー、両面テープで貼りり付けるようになりますえですから割とあの地味なんですけれどもあのミニツレースは物が小さいんであの何となくそのまま遊んでる人が多いんですけれどもタイヤとホイールつけて走りがこうあのサーキット上で劇的に変わったっていうのはあのはっきり分かりますんでこれはミニツやる人は持ってたい商品ですあのエキスパートも当たり前のように持ってますんで、あのーえー、と特に狭小の,の説明書にはあんまり書いてないものですから知らない人は結構いますんであのこういうものもあります、ね、であと教の、あのー スケールカーの電動カーのタイプで、あのー、それのオプションになりますね。であのなかなかあの熱がこもるところが多いものですからモーターの受けるところはこれにすると、えー、剛性が上がってあと熱を逃がすこともできますで。フェザーのシリーズは四輪駆動なものですから車体の中に盛り込みますのでこれはやっぱりやっといた方がいいですね。フェザーーのシリーズはあのー バギーのシリーズ、ビッグタイヤのシリーズから例えばハコスカとかスカイラインとかのオンロードの国産車のノスタジックカーのシリーズ、あとはアメ車のシリーズとか主要なシャーチのところはみんな同じですからこれ1個持ってればフェダーシリーズは全部使うことができます。ノーマルがちょっとプラスチックなもんですからグニュって感じはあるんですけどもこれにするとがっちり接続感がアップします。これもおすすめのオプションですね。これもちょっとしばらく切れてました。あとの狭小は えとフェザーに並んで、あとファントムの4輪駆動があのすごく今、オンロードで人気があって、人気ありすぎてあのキットが足りないくらいなんですね。で、これはあのスペアパーツですけど、バンパーとあのこのフロントのバンパーとあの、それの受けのパーツになります。消耗品なもんですから、これもいろいろ出てるんですけれども、えーと、まずやっぱどうしてもぶつからない人はいませんから、あのこういうバンパー系とか、こういうのはスペアは持っていたいところですね。であとこちらはあの珍しいんですけれども タタミヤののカススマーサーサビス入れたやつで、サスのブロックになります。これは t b エボリューション8とかあの、TT02 の SRX ですね、あの、の、えー、TR 420 TRF420 の足回りつけた後ろの後ろの s ス s のサスペンションのアームの受けになります。これは金属なんですけれども、割とあの、ハードヒットすると折れてしまう時もありますんで、えー、と、その車を持っている人はあの、えー、ス,アあのスペアを含めて持ってた方がいい、あの、まあ、スペアパーツなんですけれども、他に代用できるものがないものですから、これはあの、 えと持っってた方がいいやっぱりスペアの部品になりますなかなか入ってこないんですけれどもやっと入ってきました。ね、これはタミヤの,そのシリーズを持ってる人にはおすすめの、えー、スペアパーツになります。え今回2つしか入ってきませんでしたのでお早めにお求めください。ええー、と本日はこのように、えー、久々に入ってきたあのハイテックの飛行機物とかあと実務的なあの強商の、えー、スペアパーツとかコネクター類なんかも入ってまいりました。でなかなかメーカーのホームページなんかでもあの例えばこういうさっき言ったような便利な あのコードとか何の説明もないんですねですからあのちょっとやってみないと分からないんであのもうちょっとあのソフト面をあの分かるようにしてもらいたいんですけどやってる人は当たり前なんですけれどもやっぱりその現場にいないとあの短いのでも不便な思いして充電とかしてるとあの店頭でこれをパッと使ってるとあのこんなの知らなかったなんて人も結構いましたんであのご紹介いたしましたこのようになってます。であとただこの XH タイプっていうのはあの タミヤを除く一般的なリボはあのこちらになります。タミヤのリフェだけは、あの他のメーカーと一線をあの書いてますんで、あの専用になりますから、タミヤのリフェには使いません。あのタミヤ以外の、あの協商とか横もとか、あの他のメーカーは全部このタイプになってますんで、あの合わせてもらいたいんですけども、そこら辺はあの独自の路線でやってるタミヤさんなんどもですから、あのタミヤ以外のリボの横もとか協商とか、はこれでえっと、全部共通になりますんで、ぜひリボのバッテリーを充電するときは必需品のものです。 えとこのようにご紹介いたしました。また、あの、えー、再入荷とか新製品の入荷とかがございましたらあの、すぐアップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。え、合わせて、あの、マルサンホビーでは、ヤフーショッピング、えー、自社サイト、あとアマゾン等で通信販売も承ってますので、ご要命もお待ちしてます。えっ、えー、と、いつもご清聴ありがとうございます。